公営の国民宿舎アカトンボソー国民宿舎とは、自然公園や国民保養温泉地等の自然環境に優れた、休養地に建てられた宿泊施設ないし休憩施設である。日本国民の健全なレクリエーションと健康の増進を図り、国民の誰もが低廉でしかも快適に利用できることを目的として1956年に制度化された。国民宿舎には、 地方公共団体が設置、運営する公営のものと、一般社団法人国民宿舎協会が、国民宿舎として、適当な一般旅館や宿坊、山子屋等を指定する民営のものがある。かつては、公営の宿舎については、財政等融資計画に基づく、厚生年金保険籍流金還元融資及び、国民年金特別融資を用いた。 特別地方債の記載により建設、運営が行われたもの、民営の宿舎については、中小企業金融公庫,庫から、増改築の資金が融資され建設、運営が行われてきたものがあったが、現在は、いずれの融資制度も終了している。1960年代の設計基準では、利用者一人当たり面積12から15平方メートル、客室、パブリックスペース、 サービススペースの面積比率を40、45、15を標準とすること、トイレは推薦式とすることなどが決められ、利用標準額は1人1泊2食付きで1100円とされており、日本の宿泊施設のサービスの水準を底上げすることに寄与した。1969年段階の施設数は全国で258箇所が存在したが、 公営国民宿舎については利用者の減少、施設の老朽化や陳腐化、行政改革等により廃止される施設も出てきている。施設名称には国民宿舎の文字を除いて表出する。ありがとうございます。